こんばんは、白ドラニュースの時間です。白ドラ大好きクラブ西久保アナです。そして林重です。本日はバランス調整ピックアップ。このコーナーではバランス調整が行われたキャラからいくつかピックアップし、バランス調整内容やその理由をお届けしております。今回は先行情報となります。8月27日金曜日にバランス調整が行われるとのことで、先行でいくつかのキャラを紹介させていただきたいと思います。まずは今回バランス調整が行われるキャラをリストアップさせていただきます。こちらのキャラたちです。はい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 。結構結構いますね。うん、いますね。で、まあ、最新キャラ、パピオンも入っていたりだとか、比較的新しい、はい、まあ、レイドラなんかもね、名前が連なっており、まあ、初期のキャラたちも入っていたり、まあ、情報なのか下方なのかっていうところですよね。そうですね、バランス調整ということでございます。この中から4体をピックアップしてご紹介いたします。まずはこちら、クラーケンです。このクラーケンですけれども、バランス調整内容がこちらですね。索敵範囲を上下方向に追加、攻撃力をアップ、スキル威力ダウンとなっております。開発スタッフから調整内容についてコメントをいただいております。通常攻撃の射程が長く、直線的には強みを発揮できるキャラですが、その分バトル時の砦の配置などによって評価が大きく変わる部分がありました。またスキルと通常攻撃の威力の差が大きく、スキルへの依存度が大きい部分もありました。今回は索敵する範囲を上下に少し追加することで、砦の配置が直線でなかった場合などにも簡単に流されづらくなり、今までより活躍しやすくなるように調整しました。また通常攻撃とスキル威力の差を少し減らし、安定感を向上させました。最終的な攻撃力、スキル威力は若干上がっているので、より様々なバトルで活躍していることを期待していますということです。はい、これ索敵範囲っていうのは要するにこう少しキャラによるみたいなところだと思うんですけど、はい、今までね、流されやすかったのが、まあちょっとキャラに寄ってくれるから、そのままそこで攻撃してくれるみたいな形になると思うんですが、これ砦の配置がこう直線的だと活躍しやすいキャラですけども、はい、現状だとね、フォアドラガールとかブルドラガールズあたりも同じようなねスタイルで攻めやすいキャラですから。そうですね、もうなんか一番最初にイカ砦っていうね名前がついてたぐらいですからね、うん、そうですね、今の環境だとね、あえてクラーケンでなくてもっていうところがあったので、こうスキルを連発するともともと強かったんですけど、はい、まあ、通常攻撃も上がったというところで、かなり使いやすくなりそうな気はしますね。続いてはこちら、エンジェルです。こちらバランス調整内容です。防御力をアップ、 HP をアップ、大砲コロポックル大砲に特攻を追加となっています。コメントです。味方の HP を大きく回復させることができるキャラではありますが、現在の環境において後方のキャラに攻撃できる手段が増えたため、中型キャラのスキルなどでやられてしまうことが多く、召喚しても活躍できない場面が非常に多いように感じています。そのため中型の攻撃を一発は耐えられるように基礎ステータスを上昇させることで、流れ弾で倒されにくくなったため、調整前よりもエンジェルが活躍できることを期待しています。また基礎ステータスの上昇に伴い、大砲とコロポックル大砲から受けるダメージを増加する相性を追加し、エンジェルを倒すまでに必要な大砲数は調整前と変更がないように調整を行いましたということですね。うん、なるほどね。もう最近のね、はい、キャラランキングダントツの最下位でしたから。いや、そうですよ、はい、調整入るのは納得といった感じだとは思うんですけども、はいはいはい、ちょっとねこれ大砲でないと倒しづらいっていうキャラになりそうなので。なるほど、結構めんどくさくなるような気がしますけどね。結構まあその言うても回復量ってバカにならないじゃないですか、はい、すごいですよ、かなり。そうなんですよ、はい、後ろ疲れてどんどん回復して、いやいやいや、もうちょっとあいつおると無理やでみたいな。そうですね、いうのがあったので、ダメージが追いつかなくなったりしますもんね。そうなんですよね、うん、まあ、確かになんか本当にいつの間にかいなくなることが多かったっていうキャラではそうですね、はい、あったので、まあそれで倒されにくくなるっていうことであれば、ちょっとねどのぐらい、はい、耐えられるようになるのかっていうのが気になるところなので、はい、それちょっとバランス調整5をね、見てみたいなと思っております、はい、続いてはこちら、マザースパイダー。バランス調整内容こちら、攻撃力をアップ、小雲の移動速度をアップ、小雲のステータスをアップとなっています。コメントです。
移動方法やスキルの効果など特性的には守りが強いキャラですが、他のキャラの強化などに伴い現在の環境では性能が低いと感じています。ただし守りの性能ばかりをアップさせると引き分けの多いキャラとなってしまうため、今回の調整では攻撃力および小雲の強化を行い、耐久面よりも攻撃面を強化する方向で調整を行いました。攻撃力の上昇に伴いスキルの威力および小雲の攻撃力が上昇しています。小雲は耐久面も若干強化していますが、それよりも移動速度を大幅に上昇させました。これによりマザースパイダー本体による撃破力、小雲の素早い進撃によるプレッシャーなどでより攻めにつながりやすいキャラとして活躍してくれると考えています。はい、ということですね。なるほどね。これ今までもね、守られると攻めづらいキャラだったんですけども、はい、これ砦裏からのチクチクがよりいやらしくなる感じになるんでしょうか。はいはい、これなんか気になりますね。攻めにつながりやすいキャラっていうのね。そうですよね。結構嫌ですけども、まあ耐久自体変わってないっていうことなので、なるほど、まあ、そのあたりのバランスがね、どういう風になってるのかっていうのはちょっと気になりますけども、相手に出てきたら出てきたで、まあまあ鬱陶しいなって思うようなキャラではありましたけれども、はい、ここ突破しづらいなっていうのもありましたけれども、まあ、今で言うと似たような特性のもので言うと、ね、ロボガ、ね、ロボガールなんかも、ね、このずっとこう後ろからこう砲撃を撃つみたいなパターンはありましたけれども、はい、ちょっとそういう意味ではマザースパイダー影がよっぽど薄くはなってたなって。そうですね、使用率はかなり低いキャラでだったのでね、これで上がってくるっていうことも考えられますよね。そうですね、まあ、こういった感じで大型の環境なんかもどう変わってくるのかっていうね、気になるところではございます。最後はこちら、パピヨン、バランス調整内容こちらです。継続ダメージをアップ、通常の成長時、強化した成長時の移動速度を増加となっています、コメントです。8月に登場した新キャラですが、3コストで召喚できるがすぐには大型として戦えないという特性がありつつ、いざ成虫として進化した時の働きがやや物足りないと感じています。特にスキルは持続時間がとても長い特徴的なものであるため、よりその存在感を強めたいと考えました。そこで今回の調整ではまずスキルの威力を上昇させ、調整前よりも多くのダメージを与えられるようにしました。幼虫としてやや遠くから召喚されることが多いキャラですが、成虫の攻撃射程は長くなく、敵と戦い始めるまでの移動時間が長い問題がありました。そこで成虫の移動速度を上昇させ、接敵するまでの時間を短くすることでより早く敵と戦うことができるよう調整しました、ということです。なるほどですね、はいはいはい、これね、僕自分でも結構実践で使ってみた印象なんですけど、はい、やっぱり成虫になるまでの時間差があるキャラなので、うん、そこも含めてね、ちょっと使い方難しいキャラだなっていうのはあって。そうですね、すぐ戦いには参加できないっていう ね、 なんかね、そうなんですよね、うん、なんで移動速度アップは良さそうかなっていうような印象ですけども。あ、はいはいはい、はいはい、あともうそのスキルの火力自体もともと低くないキャラだと思うので、はい、ダメージがねさらにアップっていうのはこれ脅威になるかもしれないですね。そうですね、ちょっと自分はパピヨン今かなり使ってる方なので、はい、これはちょっと嬉しいなと思いますね、使ってみたし、やっぱ物足りなさは感じてたんですよ。まあただ3コストで召喚できるっていうところもねありますから、はい、結構、まあ、そこでのアドバンテージはね、コストっていうところでは あったので、はい、ここでよりちょっと、まあ、大型らしさね、大型なんでしょっていうのはやっぱあるので。そうですね、1枠大型枠で取られますからね、はいはい、そうなんです、はい、まあ、その分のやっぱ活躍には期待したいなというところでございます、はい、以上8月27日に行われるバランス調整からのピックアップキャラ4体ご紹介でした。また最新情報が届き次第お伝えさせていただきます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。